はい、こんにちは美容整形の名医相談所ですカのメンバーである原さんが、えー、最近日本でですね活動を始めたんですけれどもまあその音楽の番組にですね出演された時に何かこう二重の印象とか顔が変わったんじゃないかということで、えー、少し噂をされています。で、えっと、これについて今日は動画にしたいと思います。 具体的にですね、まあ、結構以前活動されていた時からですね時間が経って今に至るんですけど、まあ、その間に実は原さんはですね眼下垂の手術をされていいるということです。これはご本人がインスタグラムで、まあ、カミングアウトというか、まあ、普通に答えていらっしゃったんですけどまあが下垂の手術ってえっ、ー、と まあほとんどこのこの動画を見ていただいている方は多くの方が知っていると思うんですけど、まあ黒目の開きを良くする手術になります。まあ黒目の開きを良くする手術ですね。まあ眠そうないわゆるガチャピンのような目っていうのを眼剤下粧の手術でまあパチッと見せる手術になります。でこれは日本ではあの病気としてもええー、国が認めていますし。 えー、まあいわゆるこう後ろめたいようなものではない治療なのかなというふうに思っていて、えー、まあ一般的にも行われるケースっていうのがよくあります。で、えっと、美容整形の、えー、手術でもですね眼ん下垂の手術って結構人気で、えっと、黒目を大きくしたいという方、えー、同時に二重ラインを作ることもできますしまあそれで、えー、二重の印象がまあ 目も大きくなって二重幅も広がったりすると目が華やかになるので、まあ、かなり若い方でも行う方が多いです。で、原さんの目はじゃあ実際にどんな特徴があるのかというと以前はですね。そんなにアウトライン、いわゆる平行の二重ではなかったと思うんですね。で、えっ、ー、といわゆるナチュラルな感じの自然な二重だったんですけれども、も、まあ、最近の、えー、状況はですね。 特徴としては幅広の平行二重というのは、まあ、二重ラインが、えー、完全に目頭部分から目尻にかけて見えてる状態ですね奥二重とかすい末広型ではないということですねでまあその平行型の二重なのでまあ猛虎ではないですよということですねで涙袋がしっかりあって でえー、これがですね特徴的なんですけど目目尻側の白目の余白白余が大きいです、ね、なんで、えーまあ、原さん風の二重にしたい目にしたいという方はですね、まあ、こういう特徴を、えー、デザインに組み,と、えー、組み入れていかないといけないかなと思います。よくあるあのロールモデル手術のモデルとしては二重整形に。 えー、涙袋形成のヒアルロン酸を入れて、まあ、目尻の余白が大きいので目尻切開とかあとは下があります下眼圏の拡大手術っていうのはグラマラスライン形成とも言われてるんですけどここですねここを下方向に広げる、まあ、こういう感じで広げるというのが 下半腱の拡大手術になりますあとはまあもうこひだを解消するために目頭切開とかですかね、まあ、そういった手術を組み合わせるモデルが多いですね。で、えっと、原さんが行った眼瞼下垂の手術についてちょっと説明したいんですけど、まあ、眼瞼下垂の手術は、えっと、黒目が大きくなるので、えーまあ、パッチリとした目力がつくんですけど。 まあ同時にですね、眉毛と目の距離ここの部分の距離が少し短くなる方も多いですなので、えっと、もともとここの、えー、距離がですね狭い方はよく注意してデザインしなければいけないかなと思いますあとは、えっと、もともとたるみがまぶたにある方、えー、アイプチとかまあ年齢的に 30代40代とかになってくるとまぶたがたるんでくるんですけどそういったたるみがある方はですね眼検下水の表面石灰の手術と同時にたるみを取る手術たるみを取る内部処理をすることが必要なのでまあそれができるドクターを選択することがおすすめです。のね今回の内容 ええー、まあ原さん夫婦対を得意とする名医のご紹介を行ってますので、えー、ご紹介ご希望の方は下の概要欄からまたお問い合わせを、えー、いただければと思います。メールフォームを設置してあります。え今回はですね、からのメンバーの原さんの夫婦対に関しての動画になりました。ご清聴いただきありがとうございました。